商店街が主催でございます。毎年毎年本当に、これだけのイベントを行うのに、まあ、ステージ周りは宮古瀬工業さんのご協力をいただいてですけれども、宿泊での思いでやっておりますが、なんとか今年も開催できてとっても私たちも嬉しいです。本当にありがとうございます。今日は、この、イベント応援部隊がたくさん来ていただいております。ご来賓の皆様、そして、まずは、主催者の、錦糸町商店街振興組合理事長の山田昇からお礼のご挨拶を申し上げます。皆さんどうもこんばんは。今日は第37回のですね、課長の大本の大会に、ご参加をいたしてありがとうございます。なんか私が見た中では、今年が最高にお客さんが来ていただいております。ありがとうございます。これからもですね、頑張って、続けたいと思いますので、皆様のご協力をお願いいたします。どうもありがとうございます。ありがとうございます。それでは、このイベントを講演してくださっています墨田区の山本登録長からもご挨拶を申し上げます。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました墨田区長山本徹でございます。第37回のありがとうございます。第37回のですね、錦糸町川内踊り、第5踊り大会、本当にこんなに熱気ムンムンで盛大に、行われますことを心からお喜びを申し上げます。実行委員会の山田会長さん、そして本場大阪からですね、本土取りの皆さんが本当に、熱気あるですね、素晴らしい踊り、披露していただいておりまして、今日明日の2日間大いに盛り上がっていただきたいというふうに思います。そして、オリンピックパラリンピックまであと2年ということで、今日はこれから東京五輪音頭2020、ご披露させていただきますが、この河内音頭大盆踊りも、大変大事ですけれども、ぜひオリンピックもですね、盛り上げていただきますように心からお願いを申し上げまして、ご挨拶といたします。皆さん楽しんでください。山本区長ありがとうございました。それでは続きまして、墨田区議会議長の滝沢義人、議長からご挨拶でございます。皆さんこんばんは。このアーチョンドもいよいよ37回と回を重ねてまいりましたが、今年は去年に一昨年に比べて本当に多くの方々がお見えいただきまして、本当にありがとうございます。うちを振ってください。ありがとうございます。皆さんのおかげでこのカーチョンドも墨田区の風物として多くの人たちに楽しんでいただけるようになりました。ありがとうございます。そして皆さん方の手によって、これからも来年も再来年もそれがずっと続けて、墨田区の錦糸町にカーチョンド愛ということを全国に知らしめていただくことができますよう、これからお願い申し上げます。皆さん方のお一人お一人のご参加がなければ、こんなにも盛り上がることができません。どうぞこれからも多くのお友達をお誘いいただきながら、たくさんの皆さん方が錦糸町にカーチョンドがあるよ、錦糸町でカーチョンドをどうぞ、こんなことでお声をかけていただきながら大いに盛り上げていただくことができますよう、これからお願い申し上げます。毎年毎年大変このような大きな会をご用意していただいております。山田会長さんをはじめとする実行委員の皆さん方には心から感謝を申し上げてご挨拶といたします。皆さんこれからも楽しんでください。滝沢議長ありがとうございました。世界に河内音頭錦糸町にありですか。ハードルが上がっちゃいましたね、錦糸町ね、大変なことだと思います。今日は、墨田区議会からも、応援に駆けつけてくださった皆さん、私、司会の方から紹介させていただきます。福田晴美議員でございます。井上野恵美議員でございます。佐藤敦議員でございます。そして私も仕事は区議会議員をやっております坂井由香子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。本当に錦糸町河内音頭、37回
嬉しいですよね。うん、開催できたことが本当に嬉しいと思います。ぜひ、この後もお楽しみいただきたいと思います。これからはオリンピック・パラリンピックの機運醸成タイムということでございます。それではオリパラ舞台の皆さん、どうぞご登壇お願いいたします。第17代全住田